海には浅いところもあれば深いところもあります。プールでの練習の結果を事前に頭の中に入れ、できれば最初は浅い海からチャレンジしてみましょう。また海の中ではグローブも忘れずにつけましょう。サンゴや岩などを直接素手で触ると怪我をする場合があります。